8P8C プラグのピン配置プラグとケーブル 8P8C は、ランケーブルでの利用でよく知られている、通信用コネクタである、A トパシションス、A トコンダクターズの略であり、プラグ部とジャック部を総称して 8P8C モジュラーコネクタとも呼ばれる、連邦通信委員会のレジスタードジャック RJ45 規格と同一である、8本の接続位置があり、8本全部が、 結線されている。大まかに、テレコミュニケーション系とネットワークコミュニケーション系用途に、系統が分かれていて、形状が若干異なる。用途自体は前期の2系統だけに限定されるものでは、ない。テレコミュニケーション系はサイドに、キーと呼ばれる出っ張りがあり、RJ45 規格内では、RJ45 もしくは、RJ45 系となり、 8芯の 8P8C ではなく、2芯の 8P2C 構造となる。8P8C モジュラーコネクタには2つの形態がある。オスのプラグとメスのジャックである。どちらにも8つのピンがある。8P8C モジュラーコネクタは、小型で着脱が容易なことから、様々な古いコネクタを置換してきた。古いコネクタが消えていった背景には、通信に要求される電流や電圧が小さく、 なってきたことが影響している。現在の技術では1体の導線でも過去の機器より、はるかに高度かつ大量の情報が転送可能で、8P8C モジュラーコネクタの8ピンは、通常の用途には十分である。8P8C モジュラーコネクタの形状と寸法は、アメリカ合衆国のアドミニストレーティブカウンシルーターミナル、アタッチメントにより、国家企画、 や8や -968A で規定されている。この規格では 8P8C という用語は用いておらず、それ以外のものも規定している。8P8C モジュラーコネクタは、ピンの場所が8つ用意されていて、その8つの場所に実際に、ピンが実装されているものを指す。データ通信での応用については、国際規格 IEC6603 のパート、7から1、7から2、7から 4? 7から5、7から7で規定されている。物理的な形状や寸法だけでなく、100MHz、250MHz、600MHz までの高周波での、結線は一般に T568A か T568 バイトに従う。これらは、チア、A やマイナス 568B に定義されている。一方の端を T568A で結線し、 もう一方、T568 バイトで結線したものを、クロスオーバーケーブル、あるいは単に、クロスケーブルと呼ぶ。イーサネットにおいては通常、カテゴリー 5E ケーブルか、カテゴリー6ケーブルの両端に 8P8C プラグを結線したものを使う。最も一般的な応用として、イーサネットのケーブルがあり、両端のプラグとして 8P8C が使われ、結線には、チア、 AR-568B の規定に従っている。このケーブルを使ってコンピュータをイーサネットのルーターやスイッチングハブに接続したり、ケーブルモデムや DSL モデム、公開線修端装置に接続する。なお、10ベース T、100ベース TX では実際にデータの送受信に使っているのは緑のペアと橙のペアだけである。他にも、 ISDN などのネットワークサービスでも使われている。また、RS-232 のシリアルインターフェースに 8P8C を使う規格として、A や、ER、JIR-561 がある。類似の形状のコネクタについては、レジスタードジャックを参照されたい。中央の2つのピンは、電話信号用に使われることが多い。そのように結線することで、 RJ11 などの回のプラグ規格のものを 8P、8C モジュラージャックに挿入しても機能するようにしている。残るペアはパワーをオーバーイーサネットに使われることが多くなっている。古い機器では使わないペアを短絡させて、ローアを低減させようとしていることが多く、そうすると送電に使った場合問題となる。一部のルーター、ブリッジ、スイッチは使っていない4本を送電。 受電に使っている青のペアがプラス、茶のペアがマイナスとすることでペア同士を短絡させる危機器があったとしても問題が起きにくいように配慮されている。ありがとうございます。